こんにちは。1ヶ月以上ぶりのヴィンテージコンピューターチャンネルです。ちょっと調べてみましたらね、前回のヴィンテージコンピューターチャンネルが1月26日ということでですね、1ヶ月半以上ぶりとなってしまいました。楽しみにしていた方ね、本当に申し訳ございませんけれども、と言いますのもですね、実は2月頭ぐらいからちょっと風邪をひいてしまいましてですね、一時はちょっと結構熱も出たりしたんですけども、その後一応回復はしたもののですね、なかなか完治というのがしなくてですね、ちょっと1ヶ月以上くらいですね、長引いてしまいました。そういうこともありましてですね、このヴィンテージコンピューターチャンネルを通して、皆様に映しても申し訳ないというようなこともありましてですね、ちょっとしばらくヴィンテージコンピューターチャンネルお休みしておりました。臨時休業も明けてですね、私の方の体調もバッチリとなりましたのでですね、ヴィンテージコンピューターチャンネルも再開です。今回取り上げるマシンがこちらになります。机の下にね、置いております Mac Pro Early 2009です。はい、すでに、起動しておりまして、画面を見ると Mac Pro Early 2009、MacOS ハイシエラがね、元気に動いております。CPU は 3.33GHz 6 Core ということでですね、こちらファームウェアをアップデートしてですね、3.33GHz6 コア W3690 の CPU にねアップグレードしておりますので、かなりねハイスペックになっております。はい、というわけでですね、本来非対応な MacOS ハイシエラ RE2009 はね非対応機種なんですけども、ファームウェアがミッド2010相当になっておりますので、このねハイシエラも元気にね、しかもかなり高速に動いております。このハイシエラのようなね最新環境もいいんですけれども、このね Mac Pro 古い環境で使うのにもねなかなか都合の良いマシンなんですよね。特に OS10 スノーレパードなんかねもう 10.6.8 ということでもう随分古いなという感じを持たれる方も多いかと思いますけれども、ねパワー PC 対応のソフトウェアがロゼッタによって使えるのの最後が 10.6 スノーレパードということでですね、まだまだ使用されている方も結構多いようです。で、このスノーレパードですね、ロゼッタが使える最終が 10.6.8 ということで、それでね使用されている方も結構多いです。で、10.6.8 スノーレパードということね、じゃじゃーん、スノーレパードですけれども、はい、こんなパッケージでしたね。じゃあOS スノーレパードインストールしてね、使えばいいじゃないかということになるんですけれども、前々からねその環境を取ってた方は問題ないんですけれども、ちょっとね、ハードディスクがクラッシュしたりしてスノーレパードをもう一回入れなくといけなくなったとかね、一旦もう完全に新しい環境にして消しちゃって、しまったとか、あるいは買った時にねスノーレパードのインストールディスクが、ミッド2010とかだったらついてくるはずなんですけどもなくしちゃったとかね、あるいは中古で本体を購入して、ディスクはついてこなかったなどなどということもありましてですね、このミッド2010についていた 10.6 お持ちでない方も多いかと思うんですね。じゃあそういう人どうしたらいいかというと、じゃあ実は今まだねアップルストアで、スノーレパードのリテール版販売してますんで、それを買って入れればいいじゃないかという気がしますけれども、それって果たしてどうなんでしょうか。はい、早速ですね、この DVD を入れて起動してみたいと思います。はい、それでは Mac Pro を改めて、起動いたします。
CD、DVD から起動する際はですね、ご承知の通り C キーを押したままにします。まあ、ちょっとメモリーがね、入ってますんで、起動音までねちょっと時間がありました。はい、DVD を読む声が聞こえて、はい、Apple ロゴが出てまいりました。はい、会長ですね、順調です、順調です。このまま立ち上がってくれるんでしょうか。はい、私の記憶ではですね、この機種ではこのディスクは使えませんと言ったようなアラートが出たような記憶があるんですけれども、いずれにしても、ね、このアップルロゴのまま進まず、起動しないという状況になってしまいました。種明かしするとですね、ミッド2010の対応 OS は 10.6.4 以上、そしてね、リテール版は最終版でね 10.6.3 ということでですね、対応しないんですね。アーリー2009そのままでしたら、ちゃんとね、リテール版も使えるんですけれども、ファームウェア 5.1 にアップデートしたら、もう 10.6.4 以降しか使えなくなります。そしてね、ミッド2012、こちらについてくる、ね、初期の OS は 10.7 なんですけれども、まあ、こちらもね 10.6.4 以降が使えるという状況になってます。したがってこれらのマシンではですね、リテール版で OS、スノーレパードのインストールはできないということになってしまいます。はい、というわけでですね、必要になってくるのが、こちらのね、Mac Pro ミッド2010に付属していた、OS 10のインストール DVD、 そしてアプリケーションインストール DVD ということになります。まあ、OS だけでしたらね、こちらの方だけでいいんですけれども、アプリケーションもインストールしたいだけだったら、まあ、アプリケーションというとね、主に iLife のソフトですね。そしてまあ iLife だったらいらないという方もですね、ちょっと、気にした方がいいのが、Apple ハードウェアテスト、こちらはね、こちらのアプリケーションディスクに収録されてるんですね。ですからまあ OS だけで、十分という方はこっちのみでもいいんですけれども、iLife のソフトウェアや、アプリケーション、Apple ハードウェアテスト利用したいという方はね、こちらも必要になってきます。はい、それでは再びね、ミッド2010付属のスノーレパードインストールディスクから起動してみたいと思います。はい、光学ドライブから起動する際には C キーを押すというのが鉄則ですね。はい、起動音が鳴りまして、はい、光学ドライブの動作音が聞こえてまいりました。はい、Apple ロゴが出てきましたね。ただまあ、ここまでは先ほどのリテール版でも言ったわけなんですけれども、はい、はい、無事ね、スノーレパードインストールの初期画面が表示されました。日本語を選択してみましょう。はい、インストールの準備中ですね。はい、懐かしいですね、スノーレパードのデスクトップ画面。はい、続ける。はい、ディスクの選択画面が出てきますので、まあ、これ選びますけれども、ちょっと注意したいのはですね、このカスタマイズを押すと、はい、デフォルトではね、ロゼッタとクイックタイム7がね、
入ってませんけども、まあ今時わざわざ 10.6 を利用するということはですね、やっぱりロゼッタが、必ず必要なんじゃないかということで、ロゼッタも入れておくと、選んだ方がいいと思います。まあこれ後からでもできるんですけれども、まあ最初にやっておくとね、いいんじゃないかと思います。まあクイックタイム7、まあこちらも必要な人はね同時に入れておいておくといいと思います。はい。そしてあとはね、インストールボタンを押せば 10.6.4 が、インストールされるわけです。はい、というわけでね、OS 10.10.6.4 がですね、無事 Mac Pro 3.6 33GHz6 コアで、立ち上がっております。まあこれでね、PowerPC 対応ソフトもちゃんとね、起動するということで、まあ、古いクリエイティブ系のソフト使いたいという方にもね強い味方になると思います。そして今ね、先ほどのもう1枚のディスク、アプリケーションインストールディスクを、入れてみました。はい、こちらのね、はい、アイコンをクリックいたしますとこのね、インストール画面が、出てきます。まあ、はい、まあこれねインストールするだけだろうと思いがちなんですけどもね、実は大きな落とし穴があってですね、それを知ってないとまずインストールができないということになりますんで、これもね、ちょっと見てみてください。はい、同意するなんですね。はい、そしてまあ続ける。はい、で内容見てみますと、iPhoto、iMovie、iDVD、ガレージバンド、サウンドとジングル、iWeb、そして CPU、ヘルプファイルズと、言ったものが ありますので、まあ、普通はね、まあ、標準インストールだと思います。ところがですね、これインストールしようとしますと、インストールに失敗しました、大きなびっくりマークが出てきますね。不明なインストールエラーが起きました。エラーによってインストールに失敗しました、ソフトウェア製造元に問い合わせてくださいということになるんですね。これまたディスクが不良なんじゃないかみたいに思っちゃうんですけれども、まあなんかね読み込みを何度もするようなこともなくですね、あっという間にこれエラーが出てしまいまして、実は別の理由があるんですね。はい、実はちょっとですね、認証の期限切れという問題があってですね、はい、なんとこの、時計、これ当然ながらですね、今は2018年になっておりますけれども、これ期限切れのため今の日付ではね、インストールできないということになってます。で、このね、自動設定を外してですね、この日付をですね、2011年、以前に戻してあげることによってですね、なんとインストールが可能になります。というわけでですね、こちらのアプリケーションインストールされたい方はですね、ぜひこの裏技を覚えておいてください。はい、それからアプリケーションディスクを使うもう一つ大きな意味がですね、 Apple ハードウェアテストが使えるということにあります。はい、起動してですね、今度は C じゃなくて、ディスクを入れた状態で D を押しますとですね、はい、そうすると今回も、光学ドライブからですね、起動するんですけれども、Apple ロゴではなくてね、こういうちょっと Mac ロゴとでも言いますかね、いうものが表示されまして、はい、日本語にしてみましょう。Apple ハードウェアテストと表示されてですね、はい、
ハードウェアのね、あらゆるテストが、できるようになっております。はい、今ね、ハードウェアの情報をね取得中という感じなんですけども、これね、今CPU アップグレードして純正にはない構成なので、果たしてどうなんだろうと思いますけれども、 Mac Pro 5.1 6 Core Xeon、CPU 3.33GHz と、まあ、全て、正常にね認識されているようですね。はい、ということで、これテストを押すなり、まあ、より長い時間かかる全テストっていうのもありますけどもね、これ押すとテストが開始されます。今ねメモリーテスト中となりました。まあ、これ結構ね、時間かかりますんで、ここのね途中は省略させていただきます。はい、というわけでね、テストが終わるとテスト結果出ますけれども、問題は発見されませんでしたと。まあ、CPU なんかね、アップグレードしてますんで、大丈夫かなという気もするわけですけれども、まあ、そういうのもね、なく安心して使えるということになります。はい、というわけでね、今回は Mac Pro Mid 2012に付属のね、OS 10インストールディスクとアプリケーションインストールディスクについて紹介いたしました。というわけでね、古い環境を維持したい人にとってはこれね、大変必要なアイテムということになるわけなんですけれども、まあね、こういうのだったら、まあ、オークションなんかでね、結構出てそうな気がするんですけれども、どうもね、なかなかめったにやっぱり必要な人が多いせいかな、めったにいないようなんですね。まあ、もしあったとしてもすぐに売れちゃうというようなね、状況のようです。ということでね、ヴィンテージコンピューターではですね、今回このOS 10スノーレパードインストールディスクとアプリケーションインストールディスクのセットと、それから OS 10、インストールディスクのみ、スノーレパードインストールディスクのみ、のね、2種類、まあ、やはり当然ながらですね、非常に限定数となっておりますけれども、現在販売中です。まあ、ちょっとこれね、かなりレアアイテムになってしまいますんで、まあ、DVD がこの値段、ディスクがこの値段なのというようなことにもなっちゃいますけれども、ね、ぜひ必要な方、探していらっしゃる方は、チェックしてみてください。それでは来週まで、さようなら。